グラップルガン追加するんだったらマルチに欲しかったんですけどね。はい、ということで、画面の前の皆さんおはようございます。こてつのです。今朝方ですね、コールオブデューティー BOCW シーズン5の概要の方が発表されましたので、もうチャ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 ッと説明していこうかなというふうに思います。まあ、まず画像の方見ていきましょう。こちらですね、ドコドンと。マルチプレイヤー、ゾンビ、ウォーゾーン。まあ、全部のコンテンツに当然アップデートが入りますよっていう感じになってます。で、まあ、我々、まあ、僕の動画を見てくださっているメインの方というか、多くの方、まあ、公開待ち民、マルチプレイヤー民の方からすると、要点をまとめた感じだと、こんな感じになりますかね。うん。まあ、マップがまず2つ追加されますよと。で、そのうちの1つがスラムのリメイクが来ましたね。で、まあ、短い画像というか、動画が公開されたんですけれども、見た感じ、従来通りというか、今作のおなじみのね、まあ、完全にそのまんまリメイクっていう感じのスラムでした。そしてドライブインと、あとズー、こちらの2つのマップは、まあ、シーズンの途中で追加されるよっていう感じだね。で、新武器に関してはアサルトライフル EM2、 そしてサブマシンガンのテック9、そしてハンドガンのマーシャルで、まあ、右下、一番右下のが、火炎放射器のスコアスリックですね。まあ、これらが追加されることになりましたよということで、まさかの、あれ、ハンドガンデュアルじゃなかったね。SMG デュアルが追加されるっていう認識でいいのかな、これ。まあ、もしかしたらね、画像では2つ2丁持ちしてるけど、実際は2丁持ちできないっていう仕様で、単純に SMG が追加される、テック9が追加されるっていう仕様なのかもしれんけど、なんか画像を見た感じだとパッと見ほんと2丁持ちにできるから、こいつだけデュアル SMG できるとかにもなるのかもね、もしかしたらわかんないわ。で、新武器のアサルトライフル EM2 に関してなんですけれども、木製のアサルトライフルだったね。で、アサルトライフル新武器木製プラス、このハンドガン、新武器のハンドガンマルシャルって名前。まあなんか BO3 のあの最強のハンドガンショットガン、あれ思い出すんだけど、まあ名前は BO3 のね、最強ハンドガンショットガン、ショットガンハンドガン。まああいつなんだけど、木製なんですよ、こっちも。なんで、まあやっぱりそのもう次回作の、ワールドウォー2の時代背景を意識してるんじゃないかっていう気がなんとなくするよね。まあ、この時期というか、次回作のコールオブデューティーに出てくる時代背景の武器を、まあ、最終シーズンとかに新武器で追加するっていうのはよくある話だからね。で、新スコアストリークの火炎放射器ようやく追加されるんだけど、まあこれに関してはフラッグジャケットをつけている敵に対してどれぐらいのキルタイムが出るのかっていうところ次第だよね。まあ普通に強いスコアストリークになるんじゃないかなというふうに思います。いや本当にグラップルに関してはね、アウトブレイク、ゾンビ大型マップのゾンビモードじゃなくてマルチに追加してほしかったんだけど、まあアウトブレイクの方もかなり力入れてて、まあ実際ゾンビが好きな人からすると結構好評っぽいので、まあゾンビの方向けにっていうことで、まあ、ゾンビの方には楽しんでほしいですね。ということで、まあ、めぼしいマルチミンに向けたアップデートはこんな感じになると思います。鳥も角にも俺はヴァンガードが楽しみだから、まあ、次回作のその新情報がね、出てくれることを待っています。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でいたしましょう。コテツナでした。お疲れ様です。おーつーぽん。朝からありがとね。